本日のゲームはエスタディオエスコルティオで行われます。天候ですが、今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中、今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アルゼンチン国歌お聴きいただきます。442のシステムで来ているんですが、北澤さん、このサイドバック、これ重要な役割をこれは持ちますね。そうですね、バッターとにどこまで高い位置を取れるかになりますよね。そうなってくると、サイドの中盤との連携ということが重要になりますよね、はい、一番警戒しなければならない、逆にこのシステムの弱みということはどういうところでしょうか。そうですね、どうしてもゾーンで見ることになるので、はい、サイドバックが出てって取られた時ですよね、うん、そのゾーンがうまく埋められないと失点をしてしまうというケースも出てきますからね、はい、ボールの失いどころ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね、そこのトラジション以降のところでミスが出ると難しくなりますよね、はいはい、チリのキックオフでスタート。アメリカカップグループステージ、チリ対アルゼンチン。アルゼンチン勝てば次のステージが待っています。このパスがつながります。右サイドへ振って、さあ北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。ディマリアですね。ドリブルのテクニックが高いですよね。ボールタッチ繊細ですからね。一人でフィニッシュまで持っていきますし、守備をする献身性も持ってますよね。間違いなく彼が中心になってくるでしょうね。はい、さあこのゲームではどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待しましょう。パレです。ディマリア、パレです。マルティネス、サイドへのフィード、今のところはまだ両チームとも慎重な立ち上がりを見せています。ガブリエル・スワソ、アルゼンチンはこのゲーム勝てば突破が決まります。ヌネス、アレクシス・サンチェスへ、ダビラ、これ仕掛けるか、来た、ルガス、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。いや、思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。マルコ・サクーニャ、マルティネスへ。アルゼンチン前半まだシュートまで行けていません。パレです。
このボールをカットします。ディエゴ・バルデス、ここは下げます。ガブリエル・スワソ、サイドへ、このボールに触ります。もう一度中へ、アレクシス・サンチェス、イスラ、ヌネス、バルガース、マクアリステル、クリスティアン・ロメロ、ディマリア、メッシ、届きましたよ。パレデスへ、パレデスから左へ、マクアリステル、デパウル、こぼれた、スルーパス、シュート、いやー来た、先制アルゼンチン。流れるパスワークからゴールが生まれました。いやこれは素晴らしい崩しでしたね。選手同士の連動も見事で、フィニッシュも落ち着いていていいゴールでしたね。Convertido en el minuto 24, número 10, Messi. さあアルゼンチン、欲しかった先制点を決めました。イスラ、カタラン、大きくサイドチェンジ。いや逆サイドよく見えてますよね。こういう展開を繰り返すことでミドルからアタッキングサード中央に対してスペースを作りやすくなる役割がありますからね。アルゼンチン、ここクリアで難を逃れます。アレクシス・サンチェスからディエゴ・バルデス、モリーナ、このボールをカットします。前半29分が過ぎました。マルコ・サクーニャ、パレデスへ、プルガル、デパウル、モリーナへ、パレデスへ、デパウルから右サイド。このマッチアップどうなる。ブルガル、さあ一気にカウンター、アレクシス・サンチェスに渡る。バルデス、スペースを狙った。クリスティアン・ロメロ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。マクアリステル。アルゼンチンはこのファーストハーフ終盤までリードしつつ相手にという状況です。非常にいい戦い方をしてますよね。前半このまま終えてこのスタイルをセカンドハーフも続けていきたいですよね。スペースへ、さあバルデス、低いクロス、デパウル、マクアリステル、ロメロへ、もう40分です。パレデスへ、マルティネス、デパウルへ、パレです。さあメッシ、素早いパスで攻め上がっていきます。アルバレスから左サイド、さあデパウル、アクーニャが受ける。プルガル、プルガルからバルガス、奪います。マクアリステル。ここで前半の45分が終了しました。前半から得点が動いています。アルゼンチン、まずは1点先制して折り返す前半となりました。選手たちの表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい流れで来ているので後半も続けていくことでしょうね。アメリカカップグループステージ、チリ対アルゼンチン。アルゼンチンが1点を先制して後半を迎えます。さあこの大一番、後半戦が始まりました。アルゼンチン 1-0 リードです。裏のスペースを狙う、いいボール入りますよ。クリア、このピンチをなんとか脱します。
ショートですね。マクアリステル、バーへのボール、ダビラ、バルガース、マルコサクーニャ、いい突破ですよ。マクアリステル、さあ左へ預けて、アクーニャ、中央へ、グラボしっかりと抑えました。流れを止めます、アレクシス・サンチェス。仕掛けるか、アレクシス・サンチェスに渡る、細かいパス回し、浮き球を選択、アルゼンチンここクリアで難を逃れます。ディマリア、アルゼンチンがこのセカンドハーフ序盤を1点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか？そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の 1-0 は非常にシビアですからね。ガブリエル・スワソ、タッチ終わってもう一度スローイン、ディエゴ・バルデス、でパウル、奪いに行きます、でパウルが受ける、パウロ・ディアス。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん？アルゼンチンとしてはここに来てシュート少ない印象ですからね。もっとフィニッシュを意識したイマジネーションあふれる攻撃が見たいですよね。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、流れをつかみたいところです。ここは奪います、マルティネス、モリーナへ、このボール奪いに行きます、もう一度組み立てます、アレクシス・サンチェス、アレクシス・サンチェスから右へ、この位置で受ける、さあ右へ預けて、いい展開ですね。どうだ、マルティネス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ここも固い守りでボールを奪います、ディマリア、ディマリアからアルバレス、ガブリエル・スワソ、これは合いません。さあ左サイドへ、ここはつながりません。イスラ、カタラン、ガブリエル・スワソ、この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。モリーナ、このボールはデパウルへ、デパウルからメッシ、メッシから右サイド、おっとこぼれ球、アルゼンチンとしては今、おっと、さあデパウル、どうだ、シュート来た、追加点、アルゼンチン決定的なゴールになるのか。フリーの状況を見逃さず決定機をものにしました。そうですね、相手のディフェンスを見事に崩した感じですよね。やっぱり少しでもシュートコースが空くとしっかり決めてきますよね。こういう一瞬の隙を見逃さない正確なフィニッシュというのも素晴らしかったですよね。両チームともメンバー交代があるようです。さあアルゼンチン、さらに1点を追加し2対0としています。アルゼンチンとしてはこのゴールは大きいですよね。これで残り時間の戦い方もはっきりしたんじゃないですかね。そうですね、パウロ・ディアス、残り時間も少なくなってまいりました。このままいきますとグループステージの突破が確定します。アルゼンチン、
アルゼンチンはこの残り時間戦い方としてはどのような手段がベストでしょうか。そうですね、ここに来てリスクを犯す必要はもうないので時間を稼ぎつつ相手の隙を狙っていけばいいと思いますけどもね。イスラ、ヌネス、イスラ、カタラン、パウロ・ディアス、右サイドへ振って、うまいですね、ベースを狙う。アルゼンチンもう無理にはいきません。マルコス・アクーニャ、マクアリステル、さあ左へ預けてアクーニャへ、デパウル、モリーナへ、カットに行きます。アディショナルタイム1分という表示。インターセプトを狙う。そしてここで最後の笛、2対0アルゼンチン見事トーナメント進出を決めました。この突破はトーナメントへの大きな自信につながるでしょう。さあ試合が終わりました。アルゼンチンとしてはまずは突破が決まって一安心といったところでしょうね。万全の状態でトーナメントに挑むためにも残った試合をどう戦っていくかが重要になりますよね。そうですね、そろそろお別れの時間となります。